定年後のおっさんの寂しい一人飯。まあ今日はですね、台湾からいろんな調味料を買ってきたんですが、それを使って作りたいと思います。まずサーチャージャンですね、これは主に台湾料理などで使うらしいんですけれども、インドや東南アジアを起源とすると。で、大豆油やニンニク、エシャロット、唐辛子、魚、干しエビなどを原料として、旨味と辛味を合わせ持つものだということです。スープのベースとかバーベキューの下味、それから炒め物などに使うということです。今日は材料としては、肉、それからナス、豆苗、僕あんまり使ったことないんですが、これも使ってみたいと思います。まあうまくできますかどうか頑張ってみます。ナスを切ります。牛肉をチャンします。お酒、塩、コショウ、卵、油ちょっと、片栗、油で揚げます。ニンニク、砂糖、サラージャンゴ、どれぐらいかな、ここで豆苗を炒めます。で、お肉を入れます。で、ここで合わせ調味料を入れます。で、
完成です。ということで出来上がりました。じゃあ試食してみましょう。どんなお味なんでしょうね。これは分かんないですね。途中で味見してないですからね。どうですかね。はい、いただきます。うん、台湾ですね。台湾思い出しますね。うん、この味わいは。うん、お肉も美味しい。うん。ナスとよくマッチしてるし。豆苗も美味しいですね、これね。うん、いけますよ。ちょっとマーラーで、まあ、新しいジャンルを確立したっていうことですかね。台湾土産、皆さんもぜひ試してください。今日も、ヘンハオチー。